わかったよ。 行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみだね。 俺たちは今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだよ。お前で憂さ晴らししてやるぜ。こんなところに山賊がいるなんてね。村が心配だ。先を急ごう。ここは雅の領域。 ところなのじゃが。大丈夫、安心して。賊を追い払ったら食事にしよう。実はかわいそうな腹ペコのお嬢さんに用意していた料理をあげてしまったんじゃ。予備の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって料理ができん。それはひどいな。魂を込める花飛びで結果おらん。 三族がたくさんいた。ということは奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。<笑>その腹ペコのお嬢さんにも会ってみたいしね。<笑>食材を一部取り返せてね。宝物も取り戻そう。よし、やったな。見事な戦ぶりだ。 魂を込める。花と血で結果を。責任は果たす。任せよ。 よくやった。そのまま行け。
これで全ての食材を取り返せた。村長は料理をしてくれるかな。 先ほどいただいた料理、とても美味しそうです。我慢できないので、ここで食べるとしましょう。なんだかいい匂いがする。奪い返した食材でもう料理を作ってくれたのかな。守備は上々だ。 腹ペコが限界であると認めます。早く食べましょう。そうしましょう。可憐な乙女の食事を邪魔するとは不届き者ですね。激鉄を起こします。困った腹ペコお嬢さんだ。いい子だから、その物騒なものをしまって。 優先指令と認めます。私がおとなしく食べ物を渡すと思います。邪魔者は全力で排除します。敵将、私が打ち果たした。落ち着いて。俺たちは村長の頼みで食材を集めているだけ。よかったら 一緒にどうかな。もっといろいろな美食を楽しまない。魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。さっきの山賊の仲間だ。村長の仲間、助けに行こう。 提案があります。もったいないですが、食材をおとりにしましょう。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。結果オーラン。私に手伝わせ。よし、やったな。よし、やったな。 色とりどりの食材ですね、ジュル。私が毒にしておきます。食材のまま食べてしまうのかね。手間をかけてこその食事なのに。村から奪った食材を運んでいるようだね。奪い返そうか。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。 食材は食べても良いですか。ああ、早く起こせ。ああ、せっかく奪った食材が。魂を込める。花と。結果オーラン。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていい。正気をつかむのだ。全力の。なんて優しい方なんだ。 俺をあんたに協力します。正気をつかむのだ。覚悟。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺、あんたに協力します。やるな。こんな感じで。食材が運ばれてきました。助かります。いい食事。 いい食事だな。おお、いい食事だ。食材はまた運ばれてきました。元気100倍です。君も違う世界から来たのかな。肯定します。気がついたらここにいました。私はモノノフ。鬼を撃つものです。でも、 それ以外の記憶はありません。現在、自分探しの真っ最中です。鬼を撃つか。
んだってこんな目に。よほどお腹が空いているんだね。村長に頼んで君たちの分も作ってもらえよ。なんて優しい方なんだ。俺あんたに協力します。村長の身の安全は確保できたね。あとは魂を込める。花と死で結果おらん。山賊の親玉を懲らしめるだけだ。やるな、まぶしいじゃないか。おい、私こそ天下無双のモノノフだ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。俺が相手になろう。行くぞ。食事とは人生で最も幸福なひとときである。山賊が美食家で何が悪い。君のその見事な銃を見ていた。ある人を思い出した。狙撃士に友達がいたのですね。どんな銃を使っていたのですか。可愛い単銃だよ。俺の心に大きな穴を開けてくれて。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。残念なお知らせだよ。取り戻した食材だけど、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。ねえ、はあ、いえ、その通りです。